おはようございます。すいません、今日はちょっと変な画像からのスタートですが、ただいま朝の8時半です。ちょっと昨日社長から電話かかってきて、もうなんか話してて、結構手術してから落ち込んでるみたいなので、で今日抜歯の日みたいで、まあ一緒にちょっと悲しそうにしてたんで、一緒にサプライズで行ってあげようかなっていうのと、今の気持ちがどんな感じなのか突撃したいと思います。おはようございます。おはようございます。今日抜歯の日って聞いてちょっと伺いました。もう人生終わったよ。そうなんですか。声のテンションが。もう人生終わったからね。終わったんですか。ピンマイク。やばいですか。ピンマイクなんないの。あ、用意します。入ってこい。あ、もういいよ。もう YouTube やめるから。カメラ真っ赤なんすね。すいません。もうこれ出てこるんだろう。そんな気がするよ。でも何対何。10割中。10割中。一人になる確率と。6、4くらいですかね。そんなに確率ある？ 4 割だろ、もちろん。はい。マジでぶっちゃけ本気でお前の本当の今の気持ち言って。7、3くらいですね。もっとだろ。いや、もっとでしょ。3割は俺8、2だと思うよ。希望を持って。希望だろ、それでも希望だろ。いや、ほぼほぼ9、1でしょ、これ。だいぶ早いも引いてるやん。抜歯だって今日抜歯するんだぞ。9時半だったら、もうあと30分後が1時半後だろ、今。何時今？今、8時半過ぎぐらいですかね。今何日でしたっけ？手術して。昨日実家も行ってきたんだけど。あ、行ったんですか？で、昨日、実家に見せてきたんだ。もうちょっと面白いとこから、もう人生捨てようと思って。もう俺はこのまま、オメーピエロに変わっていこうと思って。塗り替え道場社長じゃなくて、塗り替え道場のオネーピエロ。オネーピエロでございますって。変わっていくしかないだろう。な、変化に対応するしかないから。そうですね。すごい。変化に対応するしかないだろう。こんな中でも、YouTuber 魂がすごいですね。YouTuber 魂ね。変化に対応するってことだろう。今日抜歯してどうなるかですね、まず。抜歯してどうなるかな。はい。ベンチできるやん。はい。まあそうなると思って。うん、買いそうだなと思って。はい、社長が、はい、同情するなら金をくれ。同情するなら目を返せ。目を返せ。本当は大丈夫かな。病院な、マジで動画にしようぜ、それ訴えて。そうですね、裁判所でどうなったら。どうなったらおかしいだろ、これ打ち合わせしとんの。結構ネットとか検索したんだわ。はい。本当にあんまり全然知らずにさ、まあ、これがいいですよって言ったもん、じゃあそれでみたいな感じで進めちゃったもんさ。はい。脱毛からのこれだけな。脱毛からのこれ。もともとこうやって顔のなんか肌が綺麗なやつやってたでしょ。ああ、それよりこっちの方がいいよって言ってやったわけじゃん。何も打ち合わせしずにやっちゃったけど、打ち合わせはあったよ、一応。なんかそのいろいろ聞かれたよね。はい。え、でも一重がいいって言ったんですよね、打ち合わせの時に。うん、それ今の目結構気に入ってるんでって言ったら、はっきり言ったよ、俺は。ああ。録画しようってな。そうです。カメラ回したらあかんって言われたんでさ、いいや、座って。どうぞどうぞ。あ、すいません。寂しいから。もし俺が会社の社長クビになっても遊びに来てな。YouTube もうデータになっても遊びに来てな。誰がクビにするんですか。いや、ほら。ああ、出るないよな、マジで。やり。はい。寂しそうだなと思って来てくれたの。そうですね。まあちょっと動画も撮りつつ。あ？みたいになるなと思って。はい。社長ピエロの試合があって。いや、そんなこと思ってないです。社長なんか何？動物園のピエロが終わって。動物園のピエロ。笑い物に動物園か遊園地か知らんけど。ああ。ピエロが終わって。笑い物にしてみんなが笑ってくれ、遊んでいいわって。ピエロなんか思ったことないです。お前そうやって思ってんの。いや、俺のこの目はピエロって、おねえピエロって思ってんの。いや、一言も思ったことないです。そう思うだろう、この目は。おねえだとは思いますけど。確実に失敗のやつだよな。こういう目がいい人はいいじゃん、別にさ、その若くて、うん、
男でも例えばさ、そういうまあなシュッとした仕事みたいな、そのどう考えても声おかしいだろう、みんな合わんのや、こんなイカつい声しちゃうのによ思わん。でもそれはあれじゃないですか、性格まで変わっちゃう、そのうち慣れてきますよ多分、慣れた時の顔の声はもしもし緑ちゃんとかね、僕はねとか言って、僕はいつも逃走のこと考えてるんだよとか言って、こんななっちゃってるよ確実に。新しい一面じゃないですか。そんな一面になんない。そんな一面になんない。もう行きますか、とりあえず。視聴者の皆さん、はい、病院に着きましたよ。はい、緑と相談の結果決まりました。はい、今日抜歯して、はい、ダメだったら確実にお前訴えるぞって直せって言って、はい、それで行こうか。そうですね、いい、はい、もうちょっと顔が半笑いやん。いや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 、なんかまだ早いのかなと思って抜歯してすぐ言うのは、訴えるぞっていうのは、はい、マジ分かんないですけど、抜歯してそれが確実にピエロだけどどんだけ変わるかが、抜歯してどのぐらい変わるかが、行ってくるわ。はい、とにかくな、とにかく男見せてくるわ。はい、視聴者の皆さんも最後まで付き合ってね。はい、はい、これが俺の最後の動画になるかもしれないね。これが俺の最後の動画になるかもしれないな。はい、行ってらっしゃいませ、ね。さあ今電話かかってきて、もう降りてくるとのことなので、抜歯後どうなったでしょうか。あ、来ました来ました。どこ向かってんだ。来ました来ました。なんかどこに、あ、向こうだと思ったんですね。おかえりなさい。どうですか、抜歯しました。それしとるけどまだしてないんだって。もっと奥入るって、多分全然一重になるよって。まだこれまだ糸入っとるじゃん。やっぱ横入っとんだこれ。横は取ってないんですか今回。うん、まあ、また1週間3日4日後だって。やっぱ1週間ぐらい腫れてたんで、これ引いたらもっと奥入るから。あ、下のあれが腫れてるから。そうそう、入ってっとるだろ。二重になっちゃう。ベッてやったら入ってっとるだろ。ちょっと頑張って入ってる。まあ糸折るもんで入りづらいけど。あ、まだだってちっちゃいじゃん目が。はい、まだこれ大きくなるからねって目が。ってそういうことですね。びっくりの顔だよこれ。今かわいい。全然変わんないですね。ん、縦だけ取ったってことですか。縦の糸だけ。そうそう、縛ってるやつだけ。だ、多少グッて入れるようになってるじゃん。もうなんか癖になってるなこれな。もうおねえ目が。分かんないですね。まだだっておちょぼめだもんな。はい、まあ、なんかちょ、いや多分大丈夫だよって言って、結構もう看護師3人ぐらい聞き回ったと思う。はい、俺訴えるからって言って。あ、言ったんですか。言って言うでしょ。看護師さんにですか。どう思うって言って、院長訴えようと思うんだなって言って、言えるんですよ。いや仲いい人おるんだわ一人。あ、はい、結構、ま、脱毛の時からお世話になってる人がおるんで、はい、まあ、相談したら、はい、全然いいんですよ、もう本当にあの打ち合わせもちゃんとしとったからって先生と。ああ、のその二重幅をできるだけ狭くしたいから、はい、っていうふうに言ってやるから。ああ、大丈夫ですよって。触らない方がいいですよ。触らない方がいいです。俺の心にお前土足で入ってくるやつが何言っとんだお前。俺のハートに土足で入ってくれるやつが、お前ちょっと俺が傷を与えて何言っとんだお前。はい、お前のコーヒー全部舐めましょうかこれ。あ、飲みますか。もうあの飲んだるわ。じゃあいいですいいです。いやらしく、日本一やらしくコーヒー飲んだるわ。日本一やらしく関節キスできる男、小林克信です。ちょっと元気になってきた。マジで大丈夫だよって言われたから。優しい看護婦さん、やっぱいいな看護婦さん。わかりやすいですね。マジで看護婦さんと結婚しない。優しいじゃん性格が。思うんだよね。職業病とかじゃなくて、はい、もうそもそも看護婦とかそういうのになろうって思う人って優しいんだと思う性格が。だいたい小学校の時か中学校の時もそうだろう。私看護婦になりたいって子、だいたい優しい子じゃなかった。あんまりわかんないですけど、世のため人のためにやっぱ頑張りたいって人だよな。でもちょっと気強めじゃないと、うん、そっていうのはなかなか難しくないですか。多分めちゃめちゃ大変らしいな、はい、まあまあガッツいるんだ。なんかやっぱ人によっては、うん、私は病人だみたいな感じでやってくる人もいるみたいで。俺みたいに、さっきまでの俺みたいに。そうですね。そうですね。
緑つけて電話かかってきて、昨日も電話しちゃったもんな、はい、ごめんな楽になったらやっぱ縛っとんの取れたもんで、ね、ああ全然違うんですかやっぱ、全然楽、なんかメーカー気上げれる、まだギャーって重たいけど、はい、多分全然大丈夫だよって、多分いい風になるよって言ってたそれを信じてる、元気になったらなんか、はい、全然違います、なんかトークのなんかテンポもめちゃくちゃ良くなりました、はい、道場の社長になった、はい、まあ訴えるね、出たら、いや、まあ、まあ、だいぶ下がってくると思うよいや、これ下がってくるっていうか、上に上がるんだろうな、多分な、こうやってやったら、だいぶほら、だいぶ上に上がれるようになったら、それでもまだグッて重たいもんね、これまだ糸取ってないじゃん、これ、はい、これ取ったらもっと入れるんだろう、グッて、まだ腫れてるっていうことですね、そう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 、はい、全然大丈夫だよって言って、イエーイ安心したわ、わかりやすく、あ、喫茶店で行くかコーヒー飲んでいくか、もう飲んだじゃないですかコーヒー、あ、コーヒーもう飲みましたよ、喫茶店飲んだよ、あのコンビニのコーヒーみたいな、コーヒーじゃねえよ渋いな、急に炊きたてのコーヒーが飲みてえわ、昨日とかまではもう俺どこも行けんわって言ってたいやもう今は行けんけど、そのこと言った、はい全然スーパーも行けないからって言って、あもう全然この顔がなんかピエロみたいなこと、別に全然いい、なんなら俺ピエロのまま生きていく大丈夫だから俺は、やばいもう本当に数時間前の家との差がすごすぎてもういいよ、もう YouTube もやめるから、あー出ないよなマジで、私ついていけないですついていけないよ、俺ついてこいよお前、あピエロで結構大丈夫なんだからピエロのお姉だったらどうするとか言ってピエロのお姉で大丈夫でだけど、はい、いや本当に一人になるよって絶対言っとった、本当に本当に大丈夫って、絶対いい感じになるからって、はい、俺今も晴れてるから、はい、めちゃくちゃいい感じになるから大丈夫だよって、それ見ていてたからな、ちょっとこいつ見て、ああもうこれすごいいい風になるわって言って、すごいいい風になるよって、結構いい感じだよこれ多分って言って、最初からあれですね、プロの目に目で見てもらった方が早かったですね、うん、そうだ、私たちでこれええかええかって、そうそう、でまたみんなが絶対二人になるでしょうとか言うじゃん、そうですね、余計不安になるよなじゃあマジで、だって俺誰にそんな杖とかにも写真送ってもみんな、うわマジでとか言って、なんでそんなやったとか言って、おかしいやんとか言って言われるじゃん、私たちから見たらそうなりますよね、なるよね、はい、だって分からんやつ同士で相談してるなってことやから、ね、仕事でもなんでもな分からんやつ同士でこうやって相談するもんね、はい、おかしなって、はい、気分分かんないんだから、気分持っちゃうっていう、そうそう気分持っちゃうからいやこれまだ今あれだもんな、言っとるから言っとったら相当良くなるんじゃない、言っとったから相当良くなるよって、まあ終わりましょうか、はい、また続きは2日後ね、はい、まあ、2日後か4日後か、まあ、ちょっとついてこれんかもしれないな、その日はついてこれたらついてこきて、まあ、これ多分10分20分30分で終わるから、ちょっと今まだ閉まったばっかで傷が残ってるけど、さあゴルフの練習でも行こうかな、やることねえし買い物でも行こうか行ってくるわ、まず買いでもいいで買い物行ってくるわサングラスでも買おうかなおはようございます、おはよう、調子は、いや調子はどうかなと思って、だいぶ待った、でもそうですね、バシシャートどうなのかな、そうですね、とにかく行ってるな、はい、でもよく考えたら下の方、あの頬とか、うん、やっぱ腫れてましたね前回、ここも多分そう、なんか違う気がします、写真ある、違う気がしますね、これなんかむくんでるんですかねただただ寝起きでしゅっちゅう、これいや分かったよ、この時がなんかすごい、あ全然違いますね、違っとるな、めちゃくちゃ引っ張られてますね、やっぱ上手くない、はい、これやつだろ全然違う顔みたいになってますね、これやばいよね、そこだけ見たらやっぱお姉ですね、これよりはだいぶ良くなったよな、はい、だいぶやばいよこれ、いやあ、ちょっと、あこれやばいな、でもなんでその顔してるんですか、わからんけど、なんか喋りながら撮ったんじゃない、誰かゴルフ行ってるんだろ、これゴルフやろ、まあ、あとはもうちょっと動画もながらというか写真で楽しんでおこうか、そうですね、写真を皆さんに
最後まで1週間ぐらい、もう1週間になりました。まだここから1週間どうなるかな。はい、最後はい、お疲れ様。ティーラやべえな。糸取りました皆さん、ついに。あん、丸1週間でちょうど糸取ったとこ。はい、ここ来るといいな。俺幸せだ。お前も看護婦さんじゃないや。顔は全然違いません。やっぱ。うん、だろう。違うだろう。本当心がスーって軽くなるもん、俺。俺仕事も気分でやってるだろうね。どっちかっていうと、ここ来ると本当スーっとするわ。大丈夫だよって。表情が全然違いますもん。もうお前そういう風になれよ。お前一緒になって暗くなって、あー、それやばいっすね。じゃなくて、大丈夫よって。でこれ明るみも出てるから、やっぱまだ全然引くよって。はい、うん、まだ1週間ぐらいで一気に引いてくんじゃない？今日はなんて言われたんですか、看護師さんに。ん、いやもう今変だから大丈夫だよって。うわーしあ、変なんですね、やっぱり。あ、まだ全然引くよって。あ、変って言われたんですか。まあ、変っていうか、まあ全然引くって。あ、まあ今なんか別に変じゃんって。うわー、気分いいわ、やっぱ幸せだ。よし、今日から働くか。はい、いや、視聴者の皆さん、まあ1週間でこれからまあ一週間おきぐらい出てくるんかな。ちょっとまたこの経過も見て、この動画を見た頃には終わっとると思いますけど。そうですね。見ていてください。はい。よろしく。軽いなぁ。なんで、来ると機嫌よくなる。はい。幸せだもんだって。マジで。気分だな、仕事も。そうだろう。そうだ、全然違うもん、体の重さが。何も浮気しんがって、もう今日仕事したくねえなぁとか思ったけど、面接とかあるなぁと思ったけど、はい、いつまでカメラ回してもらったら、はい。